はい、本日はですね、こちらアークテリクスのサーミパーカをですね、ご紹介していきたいなと思います。これ以前からですね、視聴者の方にこれ紹介しようというお声いただいてたからね、紹介はするんですけども、ちょっと待ってくださいよ。これ9万円もするやないかと。このダウンジャケット9万円もするからね、最初戸惑いましたよ。どないしようかなと思ったけどね、まあ、皆さん待ってくれてるんやったらね、ちゃんポチろうということでポチってポチっちゃったんですけども、こんだけね、ちょっとまあ高スペックそうなダウンジャケットじゃないですか。しかもこう型にはアークテリクスって書いてるからね、あ、こんなめっちゃあったかいんちゃうかなと。特にこう雪国とかね、こう寒い地域で着れるんかなと思ったら、実はこれ違うんですよ。どっちかっていうと都会の方でね、着るようなダウンジャケットになってて、こうイメージはね、こう極寒の雪国の中でこう着るような感じの着丈も長いし、しかもアークテリクスやし、なんやったらここにね、ゴアテックスのマークなんかもあったりする、あ、そういうやつかなとかって思うじゃないですか。でも実際届いて手元持ってみたらね、あ、これはどっちかって言ったら都会ですなと、東京、大阪、名古屋、福岡とかね、その辺のちょっとスタイリッシュにね、あのオールバックにジェル固めてスーツパキッと着て、その上から羽織るみたいなね、感じの着方が一番合うんかなということで、まあ、個人的には思っておりますので、そんなところをね、なんでそう思うんかっていうのを今からお話ししていこうと思いますので、本日の流れとしては、まず外観ざーっと見てもらって、どこにポケットありますねとか、あ、どういう生地感ですねとかっていうのを見ていって、その次に実は僕着用していきます。あ、こんな感じのシルエット、こんな感じのテイストで着れるんですねなんていう話して、その後はこのジャケットね、特徴を言うんですけども、いかにもアークテリクスっぽい感じのね、要素がね、仕込まれてるんですよ。うわ、これアークテリクスっぽいですよねなんて言ってね、いう話をしていきたいし、その後はおすすめの人、ダメリットサイズ感というところでいきたいなと思います。ちなみにね、外観とか言う前にね、これがね、テーマというかコンセプトがね、24時間着れるダウンジャケットらしいんですね。ほうほうほう、そこまで言っちゃいますかと。24時間も着れるっていうことは、朝昼晩、朝目クソついてる時でも、昼仕事休憩中に、かけうどん食べてる時とかでも、夜綺麗な姉ちゃんと一緒に飲んでる時とかでも、いつでも着れるんですねと。じゃあそこ見ていこうじゃないかということで見ていきましょう。ではズドン見ていきましょう。まあ、見るからにね、こうなんていうの、生地感がちょっとマットな質感というかな、こうサラサラした感じやねんけども、そんなにこう生地が分厚い感じでもなさそうやから、動きにくいとかはなさそうですね。これだけね、ちょっとマットな雰囲気やったり、ちょっと動きにずらそうなイメージはあるんやけども、そんなことない。まずは胸ポケットからいきましょう。胸ポケットはここフラップがついててジップありますね。では開けましょう、ズドン。あ、はいはいはい、このね、横幅的には10センチぐらいかな、これぐらい入るようなね、ポケットが胸ポケットにありますね。だからね、サラリーマンの人とかね、定期この辺ピュッて入れるぐらいな感じかもしれません。で、こっち側はないですわ、逆側はないですけどね。で、次は脇ポケット見ていくと、出ました、ゴアテックスって書いてますね。ここもピュッて開けていくと、ジップ付きのポケットがついてて、これフリースかな、ここにフリースがなんか使われてますね。これが両サイドあります。逆側も、同様にね、ジップ付きのポケットがありますよということなんで、ポケットとしては前と両脇ぐらいかな。そして後ろはね、結構シンプルな感じになってますので、まあ、外観としてはそんな感じでしょう。では次着用していきましょう。はい、では着用してみたんですが、いかがでしょうか。はい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 、なるほどなるほど、結構しっかり体に沿うように作られてますね。なんか思ってる感じで、もっとこうダボっと着る感じのオーバーサイズな感じなんかなと思ったら、結構ちゃんと体にね、フィットしそうですわ。一回締めてみましょうか。まあ、いい感じですね。サイズね、僕はまあ後で言いますけども、だいたいアークテリクス僕いつも M なんですよ。だからこれまあ M サイズでね、ちょうどいい感じかもしれませんね。ほんでやっぱロゴがね、このこっそりありますよと、こっちやったっけな、こっちありますよね、こっそりアークテリクスって入っててね、パッと見はなんか普通のコートかなと思いきや、実は中がこれダウンジャケットなんですよ、プラスアルファアークちゃんなんですよなんていうことでね。そしてさらに言うとゴアテックスなんですよなんていうところまで行けたりできるんですけども、まあここまで注目するかは分からんけど、まあこの辺が着用の感じね。でその次に特徴いきましょう。じゃあどんな特徴があるか、まずアークテリクスっぽいなっていう特徴をね言うと、僕結構こういうの大事にするんですけど、袖、この袖のとこに中にね、こういうリブついてるんですよ。これってなんか見たことありませんかってなった時に、うん、何やったっけな、確かに見たことあるな、アルファとかゼータとかアトムとか、ややこしいな、そうアトムですよね。このアトム AR もね、手首のとここんなゴムついてるじゃないですか。で同じようにね、このサーミちゃんもね、ついてるんですわね。これいいでしょ、このビヨンビヨン伸びる感じなんですね。で次がね、やっぱりゴアテックスですよね。一回ちょっと水で濡らしてみましょうか。ゴアテックスっていうのはもう完全に防水、もう誰が何と言おうと関係ありません。こんだけ水ビチャ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 かけてもね、ほら全然濡れませんで言うて、これスーツ中に着てても安心ですよね。こんだけいけたら下がビチョビチョになっちゃった。でもこれってずっと使ってたらね、こんだけ水もう弾くのってなくなっちゃいますよね。でそんなわけって皆さんどうするんでしたか。せーの、ニックワックスということで、こちらのスプレーを使ったらね、また撥水性が戻
りますので、撥水はねこれで戻ります。ただ撥水ね線でもうベチャベチャになったとしても、もう防水のね仕様になってるから、もう中のジャケットが絶対濡れることもないし、さらにこの中にね綿使ってるでしょ。やっぱりダウンジャケットって濡れるのが一番あかん。どれぐらいあかんかって言ったらね、こう普段皆さんが着てはるスーツのポケットの内ポケットの中にキャバ嬢の名刺出てくるでしょ。それぐらいあかん。そんなこと入れてたらもうとんでもないことになるじゃないですか。奥さんがパッと見てあんたこれなんなんてなった瞬間修羅場ですよね。それと一緒でダウンジャケットも濡れるともう修羅場なんですよ。もうおしまいってなっちゃうから、とにかくゴアテックス使ってるっていうところはこの最大の特徴であり、めちゃくちゃ重要なところになるんじゃないかなと思います。あ、ちなみにニクワックスさんですね、以前からずっとお話しさせてもらってるんですけど、今のところ全く音沙汰ありません。案件のお話も一切いただいておりませんし、イギリスの方からまだ連絡来てないので、皆さんからねまた言っといてもらいたいなと思いますが、この辺がね特徴かなと思います。あとねもう一個言うの忘れてた。これね実はね中にね綿使ってるの、ここまあ見れるじゃないですか。一回ひっくり返しましょうか。こんな感じでね、フードのとこにも綿入れてくれてるし、もちろんね体の背中のところとかも入ってるし、もっと言うならね腕とかも入ってますよっていうのがこれ見てわかると思うんですけども、このアークテリクスのこだわりとしては、実はこの真ん中のところとかその体の芯の部分だけねダウンジャケットを使って、このね脇のところとか、要は熱が溜まりやすいところ、この辺で熱溜まるじゃないですか。でなんかダウンジャケット熱いなってなってくるじゃないですか。でこういうところに関してはより着膨れせえへんね人工のね綿を入れてるらしいんですよ。だからそういうところをあえてこうスリムにしてみたりとか、あの着心地というか、あのあんまり熱くならんようにっていうところも考えられてるらしいです。ほんでねこれねよくね言うんですけどもね、あのヨーロッパ産のね上質なダウン使ってますって言われて、なんかヨーロッパって言われたら洗礼されてるイメージだし、白人さんやからすごいんかなぐらいの感じになるじゃないですか。でもねヨーロッパのねダウンってね、まあ、結構高品質なやつが多かったりするんですよね。でヨーロッパでどこが高品質ですかって言ってね、これ答えれる人おったらね、まあ服マニアですわ。それね、あのもし知らん方いらっしゃったらね、これドヤ顔で言ってもらいたいんですけど、やっぱりポーランドとハンガリーってちょっとちゃうよねなんていうのをよくわからんくても、ポーランドとハンガリーってなんかちゃうよねって言ってもらったらちょっとドヤ顔できるんですけど、まあ多分おそらくポーランドハンガリーではないんやけども、まあ、他にもねスペインとかね、有名なところが何か所かあるから、まあ、そういうところから取ってきたんやと思いますが、そういったね750フィルパワーかなぐらいの綿を使ってるって言ってました。でもフィルパワーって何ですのって言ったら、まあ高ければ高いほどねレベル高いのと一緒でええですよっていう話はしたんやけど、ダウンってね結構フィルパワーで皆さん考える方多いんですけど、実はそうじゃなくてね、これはねナンガのねダウンジャケットでね、同じくこれもヨーロッパの中ダウン使ってあるんですけども、どっちかというとね、まあ質ももちろん大事で、質が良ければ良けるほど軽くなるんですよ。だからそれはもちろん大事やねんけども、どっちかって言ったら綿の量の方がね温かさに直結してくるんですよ。これ見てもらったら分かるけども、どうしてもねすっきりさせよう、すっきりさせようと思えば思うほど綿は少なくなる、多くなる、さあどっち、せーの、少なくなるということで、少なくなるじゃないですか。ほんならまあすっきりはするんやけども、その分保温力って下がるよねと。で逆に対してこっちは着膨れしちゃうんやけども、こんだけ綿入れてくれてたらあったかくなるよねっていうことで、まあこれ760フィルパワーでこっち750やから、まあ10フィルパワーしか変わらんから、ほぼほぼ同品質なもんやねんけども、綿の量ってねこれ見るからに全然違うじゃないですか。でアークの方はねこれぐらい綿が入ってるなっていう感じなんですよ。でもナンガの方はねこんだけ綿パンパンに入ってるんですよ。ってなったら、まあ綿の品質も大事やねんけど、綿の量もねそもそも大事と。よく僕はお肉に例えるんですけどもね、お腹いっぱいになりますかと、温かいですかが同じような感じだから、お腹いっぱいになりますかって言ったら、いやいっぱい食べてください、温かいですかっていっぱい入れてください、美味しいですかって言われたら、あのダウンのフィルパワー高いですかと一緒だから、美味しいですかって聞かれたりしたら、これ英語なんですみたいな感じで、これ750なんです、いやもっと800なんです、900なんですって言ったら、あの品質は上がっていくけども、じゃあ温かいかとかお腹いっぱいなんて言われたら、それは量いるよねと。特に中学校の時なんかね、僕も丼飯食えって言ってね、丼飯食わされてましたよ。白米2杯食ってね、それでもまだ腹減るんや言うてね、あの3時のおやつではねステーキ食ったりしてたんですけど、それでも太らんかったね。だからそもそも野球選手に僕はやっぱ向いてなかったんですけど、まあ何が言いたかったかというと、トレードオフだからすっきりさせようと思うんやったら、その分保温力って絶対差があるんですよ。でも逆にもう着膨れしてもええから、とにかくパンパンにしたいって言ったら、体にね密着する面積が多くなるので、その分暖かくなると。でこれはあの僕が勝手に言ってることとかじゃなくて、もう物理的にロジック的にそうなんですよ。だから最近ねユニクロとかでもね、あの着膨れ専用に作ってますなんて言ったりするんやけど、それって要は綿の量は少なくしてますよと。だから僕は最初に言ったみたいに、あの寒いとこで使うっていうようなダウンジャケットではないんですよね。寒いとこで使うんだったらもっと綿の量入れとかんとちょっと寒いかなと思うけど、まあ、ちょうど都会でね、あのスーツの上に着るとかやったら、まあちょうどいいじゃないですか。でちゃんとすっきりね、あの着れるようにっていうのが考えられて
てるから、まあ、こうなってるんですよねっていうのが特徴になってるんですけども、次おすすめの人じゃなくてデメリット何かっていうと、デメリットはね、あのはっきり言うてね、あんまり見当たれません。だから何ってあんまないんやけども、言うたら、まあ、都会ぐらいで着る分のちょうどいいダウンジャケットかなと。でアークテリクス自体もおそらくですよ、これ別に極寒地で着させるように作ってないんで、まあ都会のところでね、街中で着るっていう分に、あえてだからロゴとか目立たさんようにしてるやろうし、こうシンプルな街中にこう特化できるような感じでね、作り上げてるんやと思うんで、あったかいダウンジャケットを探してる方にはちょっとどうかな。まあそれこそね、こうカナダグースとかもね、同じような着丈かなと思うし、中の綿もね、カナダグースの方がちょっと低いんですよ。725フィルパーかなんかやから、まあ大体同等やとしても、やっぱりね、綿の量はね多いんですよね、カナダグースの方が。だから暖かさとか、やっぱ寒いとかで着たいって言われたら、やっぱカナダグースみたいになってくるんやろうけども、まあそういうね、ちょっと寒いとこで着ようと思って貼る方にはちょっと向いてないかもしれないですけど、言うてその辺がデメリットかなと思います。思ってるよりもね、次のおすすめでも言うけども、こう着膨れせえへんし、結構ね着膨れせえへんし、なおかつその中にね空間ができひんようにぴったり作られてるから、結構保温力もね、綿の量に比してはあるなという感じがするので、まあそんなところでね、次おすすめの人いきたいなと思います。でおすすめの人どんな人かっていうと、やっぱり僕はスーツ着てはる方とかはね、いいんちゃうかなと思います。今までそれこそスーツに合うダウンジャケット何って言われたら、やっぱ水沢ダウンしか僕答えようなかったんですよ。で水沢ダウンってね、まあ、防水やし、なおかつこう街中で着れるように、あれもねダウンの綿結構少ない。だからまあちょうどすっきり着れていいかなと思ってたけども、あ、こういうのもね、ちょっと着丈長いロングバージョンが欲しいというか、まあこれでロングバージョンでもないんやけども、膝上ぐらいかなの丈が欲しいっていう方はね、このサーミパーカーはいいんちゃうかなと思います。まあ価格も同じぐらいかな、水沢で11万ぐらい。これね、水沢ダウンもね結構まあすっきりしてる感じじゃないですか。その分まあ丈はちょっと短いですけど、ショート丈バージョン、まあ、こっちはねスーツなんかにも合わせれると思います。背広というかジャケットがね多分出えへんぐらいの着丈の長さになってるから。あとあれですね、この首元のね襟のとこにもね綿入れてくれてるんですよ。でこういうのってねありがたくて、これあることでマフラーいらないんですよね。だからこういうのがないやつって、まあ、特にまああんまり値段せえへんダウンジャケットってここまで配慮されてないと思うんですけど、まあ、これぐらいね値段してくるとちゃんとここまで配慮されてるから、変にねネックウォーマーとかマフラーとかつけんでも、この首の後ろのところがねあったかくされてるので、その要はあったかいとこをあったかくする、で逆に熱は逃がさなあかんとこは綿を少なくするっていう、ちゃんと考えられたねダウンジャケットになってるんじゃないかなと思います。まあ、最後はね外で着てるサイズ感っていうのを見てもらってるとなと思うんですけども、まあそんな感じでね、サイズは M サイズです。僕の場合で言ったらほんま M がジャストかなと思うし、アークテリクスって結構ねワンサイズ下げる、普段 L 着てるんやったら M やし、普段 M 着てるんやったら S サイズっていう感じで着るのがまあいいかなと思うんですけども、たまにねそれでもね、あ、ちょっとでかいなっていうのがあるんですよ。やっぱ海外モデルやなっていうのがあったりするんだけど、これに関してはワンサイズ下げるのでちょうどいい。スーツのジャケットとかも着れそうやし、で中はねロンティーに変えたりして薄手にするっていうのもね全然できそうに感じるんで、でね、まあそんなところでね、まあ、紹介させてもらいました。さっきの水沢ダウンと比べますか、着丈やっぱ若干長いでしょ。だから若干長いから、その分こうスーツのジャケットの裾がねピロピロ出えへんような感じですわ。でなおかつフードついてるんやけども、なんかこう綺麗にね仕上げてくれてるからええんかなと思います。またね近々ダウンジャケットでね厳選アイテムっていうのを出そうと思ってて、その中でね僕が気に入ってるダウンジャケット出そうと思ってて、僕はね気に入ってるダウンジャケット出すんですけど、これはっきり言って期待しなかったんですよ。サンバーガーなんか、こんなもん丈長いしあんま着ひんやろと思ったけどね、あ、これ結構意外といいかもしれんなと思ったんで、もしかしたら出てくるかもしれないですけどね、またそれ楽しみにしていただければなと思いますので、この辺で終わりにしたいなと思います。ということで本日はですね、アークテリクスのサーミパーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。